うちはサスケんとこに行きてんだよ。邪魔するなって言われてもね、マダラ様に誰も通すなって命令されてんだよね、僕ら。それにサスケだっけ、言っても無駄だと思うよ、もう死んでるって。てめえ、カリンのあの慌てよ、サスケ君に何かあったことは間違いないよね。サルトビ先生、私たちで奴をやります。あなたたち、絶は任せたわよ。よっと、うん、なんすかいきなり。どいてもらう。なんで君たち、non è male da usare Orochimaru, eh? Mi ricordo del vecchio Ninja Storm. Non era debole. そういうところは変わらんの。知らないものを調べたいという欲求は。Preso。その体でも恐怖を感じるでしょう。フフフフフ。さあ、さっさとサスケ君の元に向かうわよ。いてて。あとはわしに任せよ。では、よろしく。誰だてめえ、サスケに何してやがる。なるほど、あなただったのね。カブート、ここへ急ぐ一行を感知してましたが、やはりオロチマル様でしたか。はこいつがカブト。ここに何をしに来られたんです。あなたこそ。つうかサスケに何してやがる。さっさと解き上がれ。落ち着きなさい、カーリン。よくサスケ君を感知してみなさい。感知っつってもあいつ、サスケのチャクラを感じる。なんで。僕はもう今までの僕じゃない。サスケ君に危害を加える気もない。じゃあカブト、あんたがサスケを。そう、僕の医療忍術と研究し尽くした柱間細胞を使って彼は一命をどうにか取り留めたんだ。サスケ、よかった。しかしカブト、あなたがここにいるということはイタチのイザナミの術を解いたってことだけど。そうです、僕は自分を認めず何者かもわからないでいた。でもイタチはイザナミを使って僕に気づかせてくれた。僕は他でもないカブトなんだと。イタチは君を死んでも守りたいと願っていた。その願いを決して無駄にはしない。そしてそれが今の僕の願いなんだ。あかこわしん